あ、宝物って書いてあるね。え、宝物なんてあるんだ。これ開けてみたかったけどね。中には何入れたっけかな。ピースの新しい脳みそとか入ってるかもしんねえな。にゃーい、ということでやってまいりました。大人も子供も姉様、ごきげんよう。ワールド。はい、ということで、在任中までの一日がスタートいたしました。ということで、皆さん、ちょっとこちら見てください。この格好。そう、エソソの服でございますね。久々ね、エソソの服を引っ張り出してまいりました。いや、やべえな、このデザイン。やっぱな、ちょっと久々に見ても、まあ、とんでもねえデザインをしてますよ。まあ、結構やばいデザインですよね。やっぱいいね、この格好は。久々にこの格好をするとなんか引き締まる感じがするよ。ね、懐かしいな、在任村自体もさ。ピースだな。良きライバルの違法建築士。おいら、おすすめの筋トレメニューをお前に教えるぞ。腹筋100万回3セット。腕立て100万回3セット。スクワット100万回3セット。達成したことないけどな。ムキムキのピースだ。なんかこれ前にも同じようなの豚から来なかった？ちげえわ、ピースから来てるわ。同じこと送ってきてんじゃねえかよ。あいつも脳みそ腐ってんかな。もう一通来てんだよね。親愛なる違法建築士。お前本当に親愛持ってんのか？おいら、よく脳みそまで筋肉質だって褒めてもらえるんだけどさ、頭の筋肉の鍛え方が分かんなくて困ってるんだよ。誰か教えてくれ。お前の友、ピースより。いや、もう世界的権威なさ、脳外科医だってサジ投げるよ。なんか、ソラコさんが来てんだね。福尾さんの帽子、ソラコ。あ、福尾さんの帽子？あ、この間福尾さんの帽子が見つからなくて、適当にこしらえたからな。福尾さん帽子ね。いや、これつけてきたかったな。あ、この間の訪問でね。っていうことですね。まあ、ちょっと豚の様子も見に行こうかな。久々にね。やっぱあいつもね、在任村時代から、まあ、仲良くしている。仲良くしてるかどうかわかんないけど。豚出ろ。いや、お前、在任村時代のこと覚えてるか？なあ、なんか言えよ。なな、よかったらおいらと宝探しで勝負しないか？どうもどうも。宝探し？どういうことだ？よっしゃ、勝負開始だ。じゃあ、お宝を隠してくるから、ちょっと待っててくれ。どうもどうも。え？何？え、こんなのあんの？え、何？宝探しって。え、どういうこと？そんじゃ、ルールを説明するぞ。島のどっかに埋まっているおいらのお宝を時間内に掘り当てたらお前の勝ちだ。土の中に埋めたから家の中とか探さなくていいからな。それじゃあ始めるぞ。だまだま。いや、早いよ。お前、俺がさ、丸ボタン押しねえのに。え、マジで？え、マジで？ちょっと待って、どこ？うっそ。待って、こんなイベントあんの？知らなかったんだけど。何？それ。ちょっと待って待って、今日さ、他にやろうと思った動画があったんだけどさ、ちょっと宝探し始まっちゃったから、今日宝探し急遽やることになったよ。なんだこれ。あ、これとか怪しいんじゃない？こういうことだよね、多分ね。でも掘ってないからな、基本的に。あー、化石だ。ちょっと早くしないと。ちょっと普段はすぐに穴を埋めるエソソですが、ちょっと今日はね、時間制限があるんで、これか？早いよ、お前。いや、もうちょっと引っ張れよ。早いよ。ね、お前、簡単すぎんだよ。何？これ、ハムカツのとこ持ってけばいいのかな？ちょっともう開けちゃっていいのかな？ちょっと一回ハムカツのとこ行ってみようか。宝探しなんてイベントあんだね。え、そんなこと提案されんだ。え、めっちゃ面白いじゃん。これはちょっと新しいぞ。豚は？あ、いた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 。ちょっと話しかけてみようか。おい、見つけてきたぞ。何？見つけちゃったのか。さすが、オイラのライバルだな。埋めるとこか、あーい。豚の知能じゃあの程度のとこしか埋められなかったのか。もう2個目だったぞ。なあ。よし、それじゃあ見つけたお宝をオイラに貸してくれ。たまたま、え、くれんじゃねえの？どういうこと？あ、これね。あ、宝物って書いてあるね。え、宝物なんてあるんだ。これ開けてみたかったけどね。ちょっとこれ開けられんのかな。まあ、いいや。渡してみるか。初めてだしな。中には何入れたっけかな。どうしよう。もしかしたら、ピースの新しい脳みそとか入ってるかもしんねえな。これでピースの脳みそを筋肉質にしてやってくれっつって ね。さあ、急にホラー展開になるからね。講義室の机できた。おめでとう。え、そうそう。いや、持ってるよ。持ってるし、お前、叩けてね。待て待て待て。え？ちょっとみんな耳を澄ませてくれ。なんか、パチ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 聞こえるけどさ、叩けてないんだよね。こいつ、体内のどっかからこのパチパチ音出してんでしょ？おめえ、ワタパチくんかよ。
口の中でワタパチ食ってたんだろうな。で、口開けてたからパチ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 ってなってたんでしょう。約束通り、今からこれはお前のもんだ。遠慮なく持ってってくれ。どもども。こいつには宝の隠し方っていうところをもう一度講義した方がいいな、俺な。まあ、でもなんか面白かったな、このゲーム。いい勝負だったな。また宝探しで対決しような。どもども。今度はもっと頭使うやつと戦いたいよ。な、ビアンカとかフランソワとか戦いたいよ。何今の一瞬の間は。何だったの？ね、一瞬動けなかったけど。いやでも楽しかったなぁ。ああいうゲームなんか提案してきたりするんだ。ピースとかも提案してきたりするからなぁ。ピースの脳みそ入ってるかと思ったけど。そういや、もうすぐタコリーナの誕生日じゃなかったっけ？あ、もうすぐ何タコリーナ誕生日なの？全然知らなかったわ。そうだ、今月の26日だ。ふぅ、危ねぇ。うっかり忘れるとこだったぞ。チューン。皆さんにお知らせたのも、6月26日はなんとなんとタコリーナさんのお誕生日です。ちょっと早いけど、おめでとうだなも。マジタコリーナあいつ誕生日なの？26日はタコリーナの誕生日行かないとダメだな。プレゼントも考えないとダメだよな。ちょっと、たぬき商店見に行くか。この間のカックンの誕生日にはね、唯一タコリーナ来てくれてたけど、あいつ情に熱いからな。いずれ来てていい。タコリーナサーフィンするかな。タコリーナサーフィンしないだろうな。あ、待って、え？ネオン看板売ってんじゃん。これ俺のやつ。買う買う買う。タコリーナの誕生日とかもうどうでもいいわ。プレゼントかな。俺がダイナーなネオン看板ゲットしちゃったから。あ、それだけ嬉しいわ。タコリーナもしかしたらコンポとか欲しいかもしれない。こういうプロ仕様コンポとか欲しいかもしれない。まあ値段次第かな。高いよ。タコリーナに8万2000ベル使えるか。使えて820ベルだよ。タコリーナタコだからな。何もらったら嬉しいんだろう。やっぱ爪楊枝かな。たこ焼き食うときに爪楊枝便利だしな。あいつなんか食ってんぞあれ。何あれ、アイスガリガリ君食ってんのかな。ガツンとみかんだなあれ。ガツンとみかん食ってるよ。美味しいからな。ねえねえ、ソソちゃん、フランソーちゃんに返してほしいものがあるの。フランソーに。あ、なんだろう。貸してもらったものの使わずじまいで返せないけねえやつなんだけど。カリパクってことか。あと息がくせえ。ガツンとみかんの匂いがすんだよ。それが結構時間経っちゃってて返すの気まずくてさ、お願いしてもいいかな。わお。まあちょっといいだろう。ああ、貸せよ。ほんと、イソちゃんってばマジ天使や。わお。まあ、天使みたいな見た目を持ちながら悪魔みたいな思考を持ってるからな。じゃあこれ、フランソーちゃんによろしく。どれどれ。ああ、いいだろう。これハムカツの宝物じゃないのこれ。悪いんだけど、今日中に渡してもらえると助かる。わお。よくよく考えたらハムカツの宝物が講義室のつけてのがわけわかんねえよな。講義とか大嫌いそうだろう。で、これ何これ。ちょっと見てみよう。ロンパース。え、マジ？フランソはロンパース着てんの？こんなベイビーみたいな格好してんの？でもこのいいな、このベイビーの格好な。欲しいけど、まあでも返しやるか。たまにはな。しょうがねえ。今日はちょっと俺も甘くいってやるか。ベイビーのように。いただきつつ、おい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 、おめえなんか、おめえ赤ちゃん趣味持ってるらしいな。ベイビープレイしてるそうじゃねえか？お前、なあ。おいおい、何逃げちゃってくれてんの？何逃げてんの？汚ねえな。どんだけ掃除してねえんだよ。おめえ、うんこ叩くんじゃ、うんこ叩くな、お前。なあ、やめろ、お前、変な、うんこのなんか煙みたいなのが待ってるぞ、お前。やめろよ、お前。カス撒き散らすんじゃねえ。なんか、匂いもやばいよ、この辺。お前、ちょっと、届け物があるから。あら、何かしら、ルララ。お前、これ、ロンパース着てんだって、これ。ロンパース、そういえば、タンタンさんに貸してたわね。ビリビリに破れんだろ。体格違いすぎだろ。あっちガタイクソいいぞ。すっかり忘れてたわ。エソスさん、わざわざ届けてくれてありがとう、ルララ。おめえ、誰と赤ちゃんプレイしてんの？ちょっと聞かせろや。かたくなにしかとぶっこいてんな。チーユン見つめてんな、ずっと。お前、チーユン見つめて紛らわすんじゃねえよ、話をよ。あいつもうずっとチーユンから目離さねえわ。そんなチーユン凝視して、とんでもねえしかとのぶっこき方だな。今、チーユンに集中してるから話しかけないでオーラが出てんもんね。人って恥ずかしくなるとああなるもんなんだ。さあ、やってまいりました。本日のエソちゃんのコーデでございます。エソちゃんが今回チョイスしたのは、パイナップル。そう、エソちゃん、パイナップル大好きでございます。やはり夏といえば、パイナップルということですね。やっぱこのような涼しげな格好をチョイスしたわけではございますけども、エソちゃんの真の意図は、おろしたパイナップルを肉と一緒につけると、肉が柔らかくなるんだぜ。そういうことをエソちゃんは伝えたいそうです。さすがですね。これぞ日本の大和なでしこエソソでございます。今日も動画を見てくれてマジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。今後もね、面白い動画バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録
高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コーラでした。またね。よし。